皆さんこんにちは、渡辺圭介です。松岡光大です。本日ですね、久しぶりのこんな可愛らしい撮影です。いや本当ですね、もう使われるのかどうかもう分からない。久しぶりの俺の、カメラの前で愛嬌振りまいた。でも久々ですよね、そんな彼を見るの僕久々でしたね。まあ、ソファーの上、まあそんなのはね、主演を確認して、主演なのか、はい、そうなのか、確認していただいて、なんでこの2人なのか。あ、そうですね、僕たちが出演する映画「八犬伝」が10月25日に公開されます。言わせました。見どころ、そうですね、まあ、私たちはね、虚の人間として、うん、まあ、フィクションをやってるんですが、実の方ではね、役所広司さんとうちの清涼さんがすごくいい関係性を持ったままやってる、北斎、馬琴、書いた物語を僕ら二人でもアクションシーンメインでやらせていただいてるので、ぜひぜひ劇場で見ていただきたいなと思っておりますけれど、皆さんぜひ見てください。